はい、住んで埼玉です。本日はですね、埼玉市の人口増加について話せればなと思います。よろしくお願いします。基本的なデータをまとめると、多分ここら辺に出ると思うんですけれども、埼玉市は、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、10個。あれ、そんな多い？10個の区があると。合計の人口が134万2207人と。これは、今年の5月時点のデータなんですけれども、約134万人が住んでいるということですね。じゃあコロナになり始めた、まあ、僕が住んで埼玉やり始めたタイミングっていうのは、132万453人だったっていうことなんで、約2万2000人ほど、人口が増えた。この3年間で2万人ちょっと人口増えた。これはもちろん、亡くなる人もいて、生まれてくる赤ちゃんとかもいて、外部から移住する人もいて、そのトータルが結果いろいろ行ってこいでなんだかんだあるけれども、2万人増えているというような結果になっていると。で、全ての区かどうかわかんないけれども、例えば浦和区も165,431人から169,062人、約4000人ぐらい浦和区としても人口増えていたり、大宮区もこの3年間で約6000人ぐらい人口増えていたり、緑区に関しては約4000人ぐらいですね、増えていたりっていうような感じでございますと。あと区ごとの人口なんだけど、まあ、さっきマリカさんとも話してましたけど、一番多いのは南区と、193,500人っていうところで、なんか人がたくさん住んでいるっていうイメージは大宮区とか浦和区のイメージなんだけど、蓋開けると実は南区が一番人口が多いと。まあこれはなんか単純に面積が広いっていうのと、まあ、あとは南区ってでも確かになんかその田んぼのエリアとか、なんか人が住まないような場所ってあんまないから、まあ、ずーっと誰か住んでるっていうことかな。で、浦和区は思ってるよりちっちゃいってことですね。人口も多いんですけど、人口密度で言うともしかしたら浦和区が多分一番なんじゃないかな。なんですけど、南区が人口として多かったり。で、一方で、見沼区。マリカさん、見沼区って駅で言うとどことかわかります？わかんないです。東大宮とかね。あ、東。大和田とか。大和田。大宮の東、北東ら辺みたいな。あっこら辺なんですね。そう。あっこら辺もめちゃくちゃ人住んでるってことだよね。あと、見沼区はシンプルに結構でかいんで。そう。結構でかかったりします。中央区もね、旧与野市も比較的コンパクトなんですけど、10万人ぐらい住んでるし、あ、北区も15万人住んでいるというようなところでございます。で、なんか僕が、なんか別にこの埼玉市の人口増加について、まあなんか特に意見を持ってるわけじゃないんですけど、まあシンプルに僕が今生活をしていて、事務所が埼玉市浦和区、まあ元部とって浦和駅の近くにあって、自分自身は川口市に住んでるんですけど、まあ、昨日も僕東京行ってたし、一昨日も東京行ってたし、なんか、明後日も東京行くんですけど、なんかその、埼玉に事務所を置きつつ、まあ仕事も自分でやってるんですけど、まあ東京にも仕事でしょっちゅう行くし、埼玉県内も行くし、千葉とか神奈川も行ったり、一都三県で生活をしていると、やっぱ埼玉市っていう場所が、その電車のアクセスも、車のアクセスも、どこ行くのにも、まあ、大体1時間ぐらいでつけちゃうような距離感にあるので、なんか生活しやすいなって、位置的にすごい生活しやすいなってやっぱり思います。で、家賃とかももちろん浦和駅前のいいマンション1億とか超えてたり、いい物件もあるし、いい戸建て建ててる人もいるんですけど、まあ、選ばなければというか、こだわりをそこまで強くなければ、まあ、全然、例えば月支払い10万ちょっととか、でも埼玉の中心部、埼玉市の中心部にも全然住める。ので、その、あと、賃貸とかで、家賃抑えめので探したら、もう、北浦とかね、世野とか、まあ、全然手頃なものもあったりはするので、要するに、すごい稼いでる人も、まあ、そうじゃない一般的な家庭の人、すべての人が埼玉市っていうのは受け入れる土壌があって、アッパー層もミドル層とか、っていうところもちゃんと受け入れられる。だから、人がどんどん増えていくのかなっていうような感想を持ちました。なんかマリカさんまとめてて気づいたこととか感想あります？新都シティは中央区ですか？新都シティはね、あれ大宮区なんです。大宮区なんですね。ギリギリ
なんかそういう集合住宅、大きめのマンションがある区が多いのかなって勝手に思ってたんですけど。そうですね。中央区は、まあ、与野とか、新都心のインターの近くなんですけど、逆に言うと、もともと何もなかったところに、もう大規模マンションがバカバカ建ってるんで、それは人口増になったんだろうなっていうふうには思いますね。埼玉市の北区、要するに宮原とか、日進とか、トロとか、そこら辺のところも人口15万っていうところでめちゃくちゃ多いなっていうふうには思いますね。で、僕が住んでいるね、川口市って人口ね、実は60万超えていて、南区、浦和区、大宮区の人口足しても、全然、その川口より少ないっていう。川口めちゃくちゃ人口が多いってことだよね。だってか、大宮区、中央区、浦和区、南区足して川口ってことだから。で、そう考えると川口市っていうのがどんだけ規模感あんのかっていうのは、これ埼玉県民すらあんまり理解してないなって思ってます。まあ、埼玉市もでかいし、川口市もでかいっていうところを最後アピールして終わりにできればなと思います。じゃあ、ありがとうございました。